明日彦を歌います。この歌は高橋の虫まろが歌った歌です。高橋の虫まろは藤原の馬会に仕えていました。藤原の馬会は何輪の宮の工事の責任者だったので、住んでいる奈良のあたりから何輪の宮まで何度も行き来をしていました。この立田越えの中でも今回の歌は3月の桜が咲く頃の歌です。立田越えの神様とされている立田彦は風を操る神様と言われていたので、藤原の馬会が帰ってくるまではどうか桜の花を散らさないでくださいと立田彦にお願いしている歌になっています。